北勢四十八夜は、伊勢国北部の北伊勢地域に勢力を持った、小規模の城主、豪族の集合体の故障である。全部で五十三の家系があり、四十八夜より五夜多い。途中で、戦国時代の乱世による城主の攻防での城主の入れ替えや、同盟の家柄の別家系があり、正確な北勢四十八夜は不明である。北伊勢の室町時代から、 戦国時代の歴史研究で必ず語られるのが、北勢48矢の伝承である。48矢の表現は、勢い集軍旗で記述されて、囲碁の軍記物、知史、市町村氏に引き継がれた。48矢は実数でなくて、相撲の技を指す、48手と同様の用法で、北伊勢の国人、地侍を意味するものだった。中世、戦国時代、安土桃山時代における、 伊勢国では、北畑市、神戸市が、戦国大名であった。北勢地域では、以下の北勢48家と呼ばれた豪族が、統治していた。江戸時代の伊勢国の軍旗には、以下がある。江戸時代の伊勢国の知史には、以下がある。関市長野市千草市赤堀市久洲の岸稲尾市あたし、田市丸市後藤市沼岸小屋市,市片岡市水谷市。 栗田市高石小串市草薙市横瀬市江見市森市富永市保護市田越春田市片山市西野市の村市浜田市小坂市近藤市安藤市西松氏、森市片岡市南部市朝倉市松岡市種村氏、田原市春日部市伊東市三重郡楠の木にあった楠の木城あるいは楠山城の城主だったのが楠の木市である伊勢国では 国史の北畠氏と室町幕府の対立があり、多くの国人が離合集散や対立構想を繰り返して、北四48屋の支配体制が成立して、延文3年に中世タイプの城の楠の城が築かれた。楠の城城主の家系は、北畠氏の悲観として、昭平24年10月から天正12年5月7日まで200年以上続いた。なお、 楠ス城の楠スノ氏は、楠氏と楠スノ氏の2系統があり、どちらも楠スという字を使う上に、楠氏初代の帝臣が、楠ス正成の楽院という後世の伝説があり、領氏で養子縁組を結んでおり、さらに入れ替わりで楠スノ城上司となったなど、非常に紛らわしい。最初に上司となったのが俗に、楠スノ氏と呼ばれる伊勢諏和氏で、その後任で上司となったのが俗に、 クスノキ氏と書かれる、伊勢クスノキ氏だが、クス氏とクスノキ氏は全く別の氏族である。詳細はそれぞれ伊勢諏訪氏と伊勢クスノキ氏を参照のこと。以下、クスノキ上上主の一覧は、特に中期がない限り、クスノキ上司に基づく。年月日は、生没年ではなく、上主を務めた期間である。ありがとうございます。